チャオチャオガールのあやかです。ナミキチです。イエーイ。はい、今回は YouTuber あやかがチャオ6月号の紹介をしていきたいと思います。イエーイ。今回は私のお部屋からの撮影になります。ちゃんとね、後ろもこれ自分で描いたんですよね。めっちゃうまいと思って自分で描いて、こっちにウサパンダがいたり、なんか今までのチャオの付録とかをね、貼ってみました。これとかすっごい昔のやつ で探してて懐かしいなって。そしてね、こっちなんですけど、こうやってねチャオコミックスとかがたくさん置いてあります。今日はねちょっと一人なんでちょっと寂しいんですけど、頑張っていきたいと思います。なんか一人だとちょっと YouTuber っぽくないですか。緊張してるんですけど頑張っていきたいと思います。はい、ということでチャオ6月号はいつも以上にお家で楽しめちゃう付録がたくさんです。それでは本紹介に行きましょう。今日6月号本紙はこちらです。じゃじゃーん。まず付録がじゃじゃん、こちらです。ハッピーお掃除ロボウサパンダ。はい、なんとねお掃除ロボが付録でついてきちゃいます。そして表紙がソラエロメモリアルです。みんな大好き絶好調って書いてあります。楽しみです。そして付録その2がチャオお金持ち面白メモです。すごい、なんか前田社長とかいるんでちょっと気になりますね。そしてこちら中学生編スタート、こっち向いてみーこ。なんとね中学生編が新たに始まりました。すごい展開が気になります。じゃあ早速ね付録の紹介に行きたいと思います。はい、それでは付録紹介に行きたいと思います。付録その1、じゃじゃーん、ハッピーお掃除ロボウサパンダです。イエーイ。じゃじゃーん、こんな感じです。大注目のスペシャル付録がついに登場です。お待たせしました。はい、ウサパンダがねとっても可愛い感じになってます。このお掃除ロボウサパンダがねどれだけ高性能か早速紹介していきたいと思います。チャオっ子待望のお掃除ロボウサパンダがついに登場。紫の本体とウサパンダがとってもキュートだね。本体には可愛い文字のデザインもあしらわれているよ。お掃除ロボのすごいところその1、センサーで進行方向を自動で判断する。あ、危ないってなっても大丈夫。机の端や障害物を感知して向きを変えるよ。こんな風に机の端に行ったら華麗なターンをしてくれます。付録があってもちゃんと感知して方向転換します。いや、めちゃくちゃハイテクだよね。お掃除ロボのすごいところその2、吸引力もすごい。早速お掃除ロボで掃除してみよう。今回吸うのは勉強していたら出てしまう消しゴムのカス。お掃除ロボ GO。 チャオコのみんな見て、ちゃんと掃除してくれてるね。そしてゴミ捨ても簡単、この通り。とっても便利でキュートなお掃除ロボウサパンダ、みんなも絶対ゲットしよう。はい、私もねこのお掃除ロボウサパンダ使ってみたんですけど、掃除してる姿がねめちゃくちゃ可愛いんですよ。これね、ここのセンサーで机に落ちそうになったらこうやってくるってね回転してくれるんだけど、その動きもすごく可愛くて、宿題とかやってる時に消しカス出ちゃうじゃないですか。でなんかこのビーンって吸い取ってくれる、机がめちゃくちゃ綺麗になるから大事に使ってます。飾っておくだけでもすごいね可愛いし、超豪華なお掃除ロボが付録でついてくるんだよ。すごくない？気になる子はね絶対にゲットしましょう。はい、続いての付録さなに、チャオお金持ち面白メモです。お財布に入れておくだけで金運爆上げな本物チックなデザインのメモです。ついてくるメモはひびまくウサパンダ銀行カードやアイちゃんの100スマイルドル札メモなど合計8種類です。そして目玉はこちら、前澤社長が載ってる100万円札メモです。いや、あの前澤社長だよ、すごいよね。すごくない？みんなすごいコラボだよね。また本誌では前澤社長にお金持ちにどうやったらなれるのか、そのコツを聞いてみたよ。みんな絶対チェックしてね。続いては漫画紹介です。新連載は待ってました、辻永羊先生の兄弟なんかじゃいられないです。私鈴風真昼、中学3年生、同じクラスの双子の男子と一つ屋根の下で一緒に暮らしています。ぶっきらぼうだけど優しい朝日と女の子の扱いが上手な夕日、ひょんなことで兄弟になった私たち、でも実は家族に内緒で朝日と付き合っています。二人と同じ高校に入ったら
家族に本当のことを言うんだ。そのためにも勉強頑張らなくちゃ。そんなある日、幼なじみで私の初恋だったナイト君に7年ぶりに会ったんだけど、なんと私の家庭教師をしてくれることに。大人気ドキドキハーレムラブコメがパワーアップして帰ってきました。ライバル登場です。真昼の毎日はさらにドキドキ、絶対チェック。そして続いては中学生編突入、小野百合子先生のこっち向いてみーこです。みーこたちが中学生になりました。制服も勉強も友達も毎日新しいことでいっぱいです。中学校には部活動があるけれど決められないみーこ。たっぺいくんはバスケ部に入部したみたい。漫画家を目指しているまりちゃんは漫画研究部に入るみたい。悩んだみーこが入った部活は？中学の制服を着たみーこたちが新鮮。待ちに待った中学生編スタートです。はい、みーこたちの中学生ライフすごい楽しみだね。はい、記事もたくさんあります。自慢のお部屋で過ごそう、おうち満喫グッズプレゼント、お友達にお部屋を自慢したくなる、あんなものやこんなものをドドーンとプレゼント。そしてチャオコプレゼントビッグアンケート、アンケートに答えて任天堂スイッチやアマゾンギフト券などをゲットしちゃおう。そしてお菓子でちょいアレ満腹レシピ、あの人気お菓子が美味しいご飯に大変身、作って食べて盛り上がるアレンジを紹介。そして5月間コミックスはこちら。今月発売するのは我がたこのみ先生猫始めました7巻、矢部内優先生激川デビル9巻、矢上千歳先生サメとパンツ1巻、水穂里乃先生ショコラの魔法ソルティーリーフ、舞田直先生12歳公式ファンブック 19.5 巻、こちらの5冊です。はい、チャオコのみんなはどれが読みたいかな。私はね、すごく全部気になります。5月間コミックスは5月1日頃発売予定です。というわけで、チャオ6月号紹介してきました。今回はですね、ちょっと自分の部屋なのですごいなんか慣れない感じだったんですけど、楽しかったです。なんかまたね、こういう機会があったらお家で撮りたいなって思います。ということで、付録も漫画も企画もお家でたっぷり楽しめちゃうチャオ6月号は5月2日頃発売です。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイチャオ。